はい、今日はなり鍋作ります。6人分だと清掃60枚、セロリが丸々1個。セロリあった？セロリどこ行った？ん？まず時間かかるアサリをちょっと一応塩抜き済みってことですけど塩に入れて置いておきます。大葉をみじん切りしていきます。セロリをみじん切りしていきます。はい、今年ラスミジ終わりました。みょうが、画面を豆苗使わんの、こうしとったらまた生えてくるそうです。はい、では準備できたので一旦ここで止めます。アサリで出汁を取るということと、はい、日本酒半分入れることで、この土佐酢の新酒入れていきましょう。すごい、十文字に開いてきた。はい、いろいろ入れました。では米豚を乗せて完成。はい、できました、なり鍋で、これ巻いて食べます。どうでしょうか、味は。